皆さんこんにちは。報徳学院学習ブログのとしです。今日は国語に関する話題を2つ。1つ目は読書感想文は書きたくない、2つ目は国語の定期テスト何とかしたいというお話です。夏休みの宿題によく出る読書感想文、これを書くのが好きという人はあまりいないと思います。読書が好きな人でも感想文は苦手という人がほとんどじゃないでしょうか。まあ、できれば書きたくない、こう思ってるんでしょう、ね、なぜ本を読んで感想文書かなきゃいけないの、楽しくなくなっちゃうよ、で嫌いになっちゃうかもしれない、こう感じている人もいると思います。これって皆さんは非常に真面目で自分の気持ち感想を正直に書かなきゃいけない、こう思ってるから苦しいんじゃないでしょうか。こう言うと、だってそういうもんでしょ、自分が感じたことを文章にするんでしょ、そうですよね、でもそれだと書けないんでしょ、だから視点を変えましょう、ね、自分じゃない誰か、ね、自分の身近な人、友達、家族でも推しのアイドルでもいいですし、漫画の中の主人公でもいいんですけれど、そういう人がこの本を読んだらどんな風に感じるかなって、こう考えてみてはどうでしょう。そうすると少しね楽になりませんか。きっと推しのアイドルだったらこんな風に感じるんじゃないかなってね、そう思うんですよね。お父さん読んだらきっと、こう言うんじゃないかなと、そんな感じです。でそうやって書き始めてみると、ね、いろんなことが多分出てくると思うんですよ。自分のことを正直でって堅くなに思っているよりははるかに書きやすいと思います。である程度書けたら書いた文章を何度も読み返してみてください。声に出して読み返してください。そして違和感のあるところね、読んでいて違和感のあるところ、そこを修正して書き直します。これを繰り返すと自然な文章になっていきます。読書感想文ね、今出来上がったもの、最後に出来上がったもの、誰が書いたものですか。あなたの推しのアイドルが書いたんじゃないですよね。お父さんが書きません、お母さんが書きません、友達が書いたものでもないですよね。あなたが書いたんです。そう、出来上がったものはあなたの読書感想文になっているはずです。ですからこれ一度試してみてください。2つ目の話題は国語の定期テスト何とかしたいという話題です。国語が苦手な人、漢字とか文法を除いてなんですけれど、ね、答えがいくつもあるように見えてしまうとか、さらには自分の意見を書いている、こういう人いるんですけど、ほとんどの場合あなたの意見は、答えになっていません。答えは本文の中にあります。そのように作られています。さらに付け加えると、筆者が言いたいことを答えるんじゃなくて、出題者、つまりその定期テストを作った先生が何を答えさせたいか、何を答えてほしいか、これを見つけるのが、ここのテストなんですね。つまり数学とか英語みたいに反復練習があまり必要のない、これが国語の勉強ということになります。問題を作った先生の心を読み取る、ね、こういうことを答えてほしいというその気持ちを読み取る、これが大切ということですよね。ですから普段先生がどんな授業をやっているかしっかり捉えておくことが大切で、自分なりにこの先生だったらこんな質問するんじゃないかなと予想することもいいと思います。テクニックとして問題を先に読むというのもありますよね。そうするとどんなことを質問されているのか知った状態で本文を読むことになるので、正解が見つけやすいですし、時間の短縮にもなります。さらに言うと、接続詞の役割、これも知っておいた方がいいです。例えばの後は具体的な例を挙げている、つまり例えばの前後は同じ主張をしていて抽象的なもの、それって具体的なものが並んでいる、しかしの前後は逆の主張で、しかしの後ろに、著者の言いたいことがある場合がほとんどだ、こういうことも知っておくといいと思います。
今回は読書感想文についてや国語の定期テストについて2つの話題を取り上げてみました。今日も最後まで聞いていただきどうもありがとうございました。ではまたお会いしましょう。さようなら。